皆さんこんにちは、鈴由美です。キラーンシャキーン。はい、今日の動画は北海道物産展でいろんな北海道グルメを買ってきたので、これで宅飲みしていきたいと思います。で、私自身北海道には行ったことなくて、海の幸も山の幸もめっちゃ美味しいイメージだし、早く北海道に行ってみたい。ということで今日いろいろ買ってきたんですけども、まずはビールで乾杯していきたいと思います。今日朝日のね、スーパードライ、桜のパッケージで可愛いからちょっと買ってきちゃいました。後から日本酒飲みたいと思います。やっべ、めっちゃうまそう、めっちゃうまそう、めっちゃ上手に告げた。それじゃあ皆さん、今日も一日お疲れ様です。そして今日も美味しくお酒をいただきましょう。乾杯。うまい。丸一日オフの日にね、昼から飲む酒は最高ですよ、本当に。じゃあ早速購入品を紹介したいと思います。北海弁当っていう名前で、札幌の北海工房さんっていうお店のお弁当ですね。お値段が1458円です。じゃじゃん。タコザンギ、おたるボンキさんっていうお店なのかな。タコザンギ、これ5個入りで972円です。じゃん。函館の丸広さんっていうお店のジャンボタラバカニコロッケだったかな。こちらお一つ540円でございます。家族の夜ご飯にエビカツも買ってきました。これが4個入りで1080円。物産展価格なんで結構高いです。今日も最高に美味しい宅飲みができそうです。はい、こちらがジャンボタラバカニコロッケ、そしてタコザンギ、そしてこちらが北海弁当。やばいね、これはもう日本酒でしょう。北海道グルメいただきたいと思います。いただきます。ジャンボタラバカニコロッケ食べたいと思います。でかいんだけど、見えるかな、これ周りじゃがいもで真ん中にカニの身が詰まってる感じです。じゃがいもにもカニにもそんな味付けしてないというか、ほぼ味付けしてないぐらい、すごい素材の味を感じるコロッケです。これはソースかけたいと思います。カニコロッケ半端なんだけど、タコザンギ食べたいと思います。これは本当にね、試食でめちゃくちゃ美味しかったし、ここのお店マジで売れてた。一個一個がめっちゃ大きくて、でもすごいタコの香りが。お店の試食ではここにマヨネーズかけて出してたんだけど、まずそのまま食べてみたいと思います。紅生姜とか玉ねぎも入ってるかな。とにかくタコの風味がすごい、ほんと美味しい。これご飯のおかずにもバッチリだし、もうおつまみにもバッチリ。ちょっとマヨネーズかけたいと思います。こんな感じで、
ちょっとあと2つはお姉ちゃんに残しときたいと思います。じゃがいもめっちゃ甘い。いよいよメインの海鮮弁当のお時間です。久しぶりの日本酒ですね。視聴者さんがね送ってくださいました、新潟のお酒、久保田、有名なお酒ですね。これ生酒です。ありがとうございます。美味しくいただきます。あー、ほんといい匂い。いただきます。香りからしてすごいすっきり系の日本酒なのかなと思ったら結構ガツンとくる。甘みもあるし重さもある。うん、ここにねわさび醤油かけちゃいたいと思います。うまそう。サーモンの下にもカニがねぎっしり。美味しすぎて黙々と食べちゃうんだけど。食べ物と合わせるとより日本酒の香りが引き立つ。やっぱ生ものにはね日本酒だわ。エビちゃん、エビの味噌うまい。海藻、茎わかめみたいな。いくらだ、いくら。いくら。ホタテです。こんなに美味しくて幸せな気持ちをくれて本当ありがとうって感じ。食べ物にありがとうって感じ。次ネギトロ。最後のウニです。美味しいものがなくなっちゃうのはすごい悲しいことですね。最後の一口いただきます。ウニ最後にしてよかった。ごちそうさまでした。はい、それでは久しぶりにコメント拾いをしていこうと思います。前回のローソンのホットスナック動画から皆さんたくさんのコメントありがとうございます。待ってました、宅飲み動画。今回も生き生きした鈴弓さんが見られて最高、元気もらえました、ありがとうございます。動画をアップするたびに皆さんからの高評価だったりコメントだったりでやる気とか勇気をもらえるので嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。いつも美味しそうに飲んで食べてるのを見るとこっちまで幸せになります。お酒と食べることの幸せを共有できるのが一番嬉しいです。唐揚げくんの北海道チーズは美味しい、ビールにも合いますよ。え、そんなのあるんだ。北海道限定の唐揚げくんかな。涙袋がベリーキュート、これかな。すいません、これ書いてます、ペイントしてます、すいません。
28歳には見えないよ。 22.3 ぐらい肌が綺麗だよね。羨ましい。 22.3 ってどういうことですか。22でいいじゃん。マジで最近お肌には年を感じてます。鈴江美さんに説教されたいです。怒るのは嫌いです。疲れるんで、説教されるようなことしないでください。お願いします。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴江美でした。バイバーイ。石焼きも、お芋。